Hugo. Makase. So da. Atashitachi. Kono. Dame. Oniichan. Yame. ここは電脳空間だ。だからヒューゴは俺はみんなを守ったんだ。こうするしかなかったんだ。こうするしか。
兄さんは私たちをかばって、それなのに私は忘れ、ひょっとしてあのイーターは私たちの世界からやってきた？私たちのせいでデジタルワールドに。その通りだ。自らの犯した大罪、思い出したか？記憶の封印をわざわざ解いてやったのだ。思い出してもらわなければ甲斐がない。貴様らは不用意にデジタルワールドを訪れ、愚かにもイーターを呼び込み、アマツさえゴミを残したまま扉を閉じてしまった。その時世界の断りは歪み始めた。その時世界の崩壊が始まったのだ。いいぞ、怯えろ、絶望しろ、罪をあがなえ、この世から消えてなくなれ。この感じお姉さんゾクゾクしちゃうわ。未来を選ぶ、そんな不確かな可能性を私は信じよう。ああ、私たちを守ってくれるの？貴様、私の邪魔をしようというのか？何者かは知らんが、そこをどけ。いや、その人間どもは我々のデジタルワールドを崩壊させた許されざるトガ人なのだ。私もお前と同様、人の肉体に宿り人と沿ってきたデジモンだ。何？故に私は問う。人は真に粛清されるべき存在か？ほう、問うた結果貴様はそうして人間の側に立つことを選んだのか？とんでもないエラーだ。具にもつかないロジックだ。人間など悪しきデータを撒き散らし、我らデジモンを世界ごと汚染する汚物でしかない。私の肉となった女も、女によって操られた無造無造の群衆も、すべからく醜悪かつ邪悪、愚かで浅はかだった。つまり人間は粛清されてしかるべき存在。人間の消滅こそ宇宙の摂理なのだ。確かに人間は時に過ちを犯し、選択をたがえ愚かしい行動をする。しかしそれはデジモンである我らとて同じ。そして人間とデジモンの一面でしかない。お前の目には
他の面が映らなかったとでも。